はい、どうもご視聴ありがとうございます。今日はキムチチャーハンもリクエスト多かったんで、まあ、何個か動画は投稿してるけど、今日はまたちょっと違う方法っていうか、ちょっと変わった感じで、美味しいキムチチャーハン作っていきます。まず、リクエストもらってましたキムチチャーハンですね、たくさんのコメントありがとうございます。いろんなチャーハンを作っていきたいと思いますので、引き続きコメント欄にリクエストありましたらお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。キムチチャーハン何個か動画投稿してるけど、今日は少し変わった感じで作ります。ラードで作ります。まあ、変わったってもそんな変わりはないけど、まあ、美味しくなるポイントをその都度その都度伝えていくんで、卵2個ですね、贅沢に。はい、じゃあ、ネギ、で、まあ、でもキムチチャーハン全体にこう色がついてまんべんなくキムチがご飯に行き渡ったら、ここでこうやって少し焼くんです。焼いて、まあ、ちょっと焦げ目をつける。そうすると香ばしくなってキムチと相性がいいんですよ。こうやって少しこうこの辺が焦げる感じが、これが美味しいんです。香ばしくなって、味を醤油です。キムチチャーハンの場合は最後ごま油の香りで、まあ、少しパラパラというかしっとり仕上がりますけど、キムチチャーハンはこの熱々のしっとり感が一番美味しいと思います。グッドボタンよろしくお願いします。